10代男性です。僕はサイコパスなのでしょうかという相談ですね岡田さんの動画でサイコパスについて話している動画を見てですねえ自分の心情を思い返してみたところ1人の人間の思いやりや楽感情が何度も180度変わったり嫌いだと判断した人間にとことん冷酷なことを思いそしてそのことを後に強く後悔して反省したり好きな人にはとことん感謝などを伝えたりと自分は気持ち悪いほど不安定で極端だと思いました。<laughs> 例えば、ひどく傷ついて病んでいた同級生からの相談に心の底からよくなってほしいと思い相談に乗ってその人への偽りのない行為を持って接していたのですがいつしか僕は人が変わったように面倒くさくなりそんなことも自分で考えられないのかと心の底から嫌になったりそんなことがいつも起こって自分でも正義は聞きません。 サイコパスでなくとも僕は何なんでしょうか「タだの好奇心」ですが回答いただけると幸いですとこれはあのまさしく僕なのでですねあの僕がサイコパスなんだとしたらそうなんじゃないですかね <laughs> 割とどの辺がいやまあ今コメントでもそれを普通だよと僕と同じだっいうふうに書いてたんですけどもいくつもなんかね特徴があるんですけど人から見て一貫性がなくてですね感情の変わり目が読めないと。 なので何かがあって怒る。何何かかががああっってて悲しむ。で何かがあってもまあ許すここら辺ね他人から見てもね理解できるんですけどもそれがねガチャリと変わるっていうのが多分サイコパスの特徴だと思うんですよね緑の湯たんぽさん <laughs> で。 僕なりのですねなん,かなんでそうなのかっていうのは例えば僕で言えば自分なりのです、ね、理由とか合理性あることはあるんですけどもあんまそれ人に説明すると怖いと言われるので最近説明はしてないんですけどもまあ、一応してみますねあの僕に限った話ですけども、ね、あえてまあまあ本当に説明するとですねその人に対してなんだろうな親切にしたい貯金の切り崩しなんですよ。 基本的にあこの人に対して親切にしてあげたいってい最初自分はそれを無限の要領があるように思うんですけどもやっているだけで,です、ね、その貯金の残高が減っていくんですよね。その貯金の残高は、他人から見えなないいじゃないですかで。ある時にですねそれがこうパッとゼロになるとですねあもうこれ以上のご融資は不可能ですというふうになってですねその人に対して一切 何か親切ににでできないレーターにない、るんですね。それは何でかっていうと残高がゼロになったからです。残高が1万円であろうが1,000円であろうが1円であろうが真面目なビジネスマンである僕はですねすごい誠意を持って接するんですけど0になった瞬間にあ もうゼロですからってことで態度がコロリと変わるというのが、まあ、僕の中での自分の心の仕組みみたいなもんなんですけどもまあなんかね「それが普通だよ」って書いてる方がいらっしゃるんですけど多分そういうふうな方もですねこれってあのサイコパスかどうかっていうゼロ1問題ではなくてですね何だろうな0100そういう成分がゼロの方からそういう成分が100の方にまで至る感じだと思うんですよ。で、で僕はその中で言えば多分、まあ、 85から90ぐらい。もっと極端な人いるでしょうから、85から90ぐらいだと思うんですね。あ、わかるわとか、それの誰にでもあるっていう人は、多分そういうのが60から70ぐらいだと思うんですよ。で、僕のこれ経験から言うと、こういうのが80を超えると、人からサイコパスとバレるっていうことなんでしょうね。多分、別れ話になった時の女の人の態度が表現するっていうのは、女の人はですね、サイコパス成分を上げないと、なかなか。 男の人にですね、こうパッと別れを切り出すことができないので、そんなことをよく言うんじゃないのかなというふうに思います。まあ、要するに、それはようには人からバレるかどうかという辺だと思うんで、まあ、自分自身で自覚するときはあ、サイコパス気味なんだなというふうに思ってればいいと思います。僕の貯金残高の例えが、なんか結構グサッときたんだったら、結構それは成分高い目なんじゃないかなと思います。 えー、30代女性のですねポロロンさんですね。岡田さん、こんにちは。相談です。私は母と母の交際相手から虐待を受けて育ちました。ふん,ふんふん。30代女性ですけども、お母さんとお母さんの交際相手ですから虐待を受けて育ちました。過去の話ですね。えー、現在、その人たちとの関わりはありません。あ、よかったですね。えー、今後も関わるつもりもありません。ふんふん。 こんな私ですが、理解のある人と結婚し、子供二人にも恵まれました。子供二人生まれたと。上の子は女の子ということもあり、おしゃべりが好きで、私の子供時代の話を聞きたがります。おお、なるほど、言うのかな、言うのかな。<laughs> もちろん、虐待のことは伝えていません。おお、なので、答えられないことが多々ありますが、えー、多々あります。おそうなのか。前は成人したら、私の生い立ちをさらっと話そうかと考えていましたが。 今は言わない方が子供たちのためではないかと考えるようになりました。子供たちのことを思うなら、どちらが良いと思いますか岡田さんの意見を聞きたいです。最後になりますが、いつも楽しく YouTube 見ています。何かとお忙しいことにしますが、どうぞお試合くださいませ。ああ、わざわざ最後ですね。あのまあまあ、案じてくれたのに申し訳ないんですけども、うんとね、子供たちのためを思うならっていうふうに発想するのが、もう僕違うと思うんですけども。まああの。 ちょっとこれは自分の話からするとですね僕はあの母親がんだろうなとね昭和ね9年生まれだったかなうちの母親は昭和九年生まれだと思うんですけどもまだまだ日本が貧しい時代だったんですねで、えー、小学校を卒業したらまあ働けと言われてたような時代でまあ普通の家庭よりはかなり貧乏だったと思うんですけどうちの母親の家は麻雀屋でですね まあ、そんなです、ね、あの変な仕事じゃないんだけど完全な仇かって言われるとそうでもないような仕事だったんだと思いますで母親はです、ね、小学校を卒業できなかったんじゃないのかななんかね、えーっと、8歳か9歳で売られていったということもないんですけどどう言えばいいんでしょうねあの、なんだろう、奉公に出されたっていうふうに。 母親は言ってました。奉公に出されたっていうのはその8歳か9歳で家を出てよその家に泊まり込み住み込みでずっとその家の下女として働くわけですね。で下女として働くというのはどういうことかというとその家にも子供がいるんですけどそんなとこと関係なく朝一番に起きて雨戸を全部開けて。 で、布団を上げて、布団をなんか庭に干してっていうですね、その大きいお家のですね、なんだろうな、女中さんみたいなことを全部やる。まあ、こういうの、住み込みの下女って言うんですけど、そういうのがまだあった時代ですね。で、それをですね、させられたのでですね、まあ、えらい苦労したらしいんですよ。本当にご飯もですね、えー、なんだろう、家族みんなが畳の上で。 その今で食べてる時にです、ねえー、下女はです、ね、台所で床の上で正座して食べなければいけないとかです、ねまあ、食べるものも家族と同じものが食べられないとかです、ねまあ、あの冬寒い夏暑いとかいろんなです、ね、苦労をしてもう僕はその苦労の話をです、ね、ものすごいこう聞かされて育ったんですね。ねでもう、まあ、あの母親は僕が泣くまで話すんですよ。<laughs> <laughs> あまりに辛くて泣くまで話して <laughs> であのー、まあ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 ま <laughs> あそうだったんですねだ,でだからといってですね僕が今変なのはそれのせいだともあんま思わないんですよね。あのなんだろうなひどい親とも思わないですしだってひどい親だったら心臓弁膜症である僕をなんか2年間泣かさずに育てるなんてことができるはずがないんですよ。 だからあの何回か前の配信で僕はいやそれはあなたの親は毒親ですよというふうに話してまあ、それがちょっと切り抜きとかで拡散したこともあったんですけどもそれはその話を聞いてくれる人にちょっと待って考え方変えてくれとそれはあなたのお母さんちょっと変な人だよっていうふうなことを言いたくて毒親というふうに言ったわけなんですけども。 その毒親と普通の親っていうのが、そのゼロ一のように存在しているわけではないんですよね。どんな親の中にもですね、その子供が後になったら、うちの親は毒親だというような成分はあるだろうし。それは傍から見てて、そうかどうかというのは、分かんないわけですね。その本人が、子供がそういうふうに解釈したら、もうそういうふうなものだっていうですね。いわゆる、もうパワハラと同じようなものになって、なってですよね。パワハラというふうに感じたんだから。 そう感じさせた方には責任があるだろうというような流れになっているのが、まあ、まあ現在の状況なので,です、ね、このポロロンさんがです、ね、その自分の生い立ちですねその母親と母親の交際相手から虐待を受けてたということをです、ね、話したいんだったら別に話した方がいいと思うんですよ。でそれを子供もたち受け取ってんだろうなあの怖い思いとか悲しい思いをする権利もあるし義務もあると思うんですよね。 親がそんな辛いことを受けたんだったらそれを子供に話すのは親の自由だし勝手だし逆に言えば僕は義務だと思うしでそれを子供が聞いて泣くも笑うも何だろうそれでだ歪んじゃうもまっすぐに育つも全てその子供の権利であって義務であると思うんですよ。そのいいものだけで 温質みたいに子供を育てたいんだったら、そうに育ててもいいんですけども、それはもう、うちはもう音質です。子供になんかそういうふうなものは見せません。クレイに育てますと。逆に言えば、クリーンに徹底的に温質育ちにやったんだけども、その子供がどうなるのか。私は知らないよという無責任な育て方だと、僕は温質的な育て方に関しては思うんですね。適当にその現実というふうなものを入れていくのも親の務めだと。 でその現実というものを入れていく時に世間というのはこんなふうにひどいんだぞとかです、ね、ロシアはこんなんなんだぞとかです、ね、なんかこう悪いやつはこうなんだぞという抽象的な知識で知ってるものではなくて自分がが受けた仕打ちで親が語るっていううのは、もう絶対ありだと思ってるんですよだからあのお母さんは実の母親とママ父ですか交際相手からこんなひどい目に遭ったという自分語りは。 なんんかあの、パロ,ロンさんの過去を生産するためにも必要だと思うんですよね。だからそれ言わなかったらいつまでもそのうちの子供が大人になったらさらりと話そうとかですねずっとわだかまりがたまってるわけじゃないですかでそれよりはですね自分の過去を清算するつもりでそれをもうだらだら垂れ流していいと思うんですね。で子供のことを思うならどうするべきかっていうです、ね、発想はろくでもないと思うんでですねあのやめた方が僕はいいと思います。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。